私は文京区の千駄木っていうところ出身で、千駄木は本当おじいちゃんおばあちゃんばっかり、本当に下町、お祭りもあるし、まあ、神社もたくさんあるし、お寺もあるし。You went to a Japanese school. Can you tell us a little bit about your elementary school life? 小学生の時は無邪気。無邪気。もう走り回って、バーンって男の子みたいな。まあ、ちょっとなんだろう、いろいろ大変なこともあったけど、それはやっぱ小学校に、まあ、ハーフっていうか、まあ、黒人の血が入った子が私しかいなかったから、うん、ちょっとなんだろう、偏見の目で見られることは多かった。私がいや悪いことしてないんだけど、私がいつもピックされるみたいな、先生に勘違い、先生そう、小学生の時は友達とかとあんま分かんないから、なんかいじめとかじゃない、なんかみたいな、お前髪型違うだろうみたいな、普通とみたいな感じのだけだけど、先生のジャッジがすごかった。先生までどういう、そう、あとなんかヘアクリームとかってさ、なんか黒人用のプロダクツって匂い、イチゴの匂いだったら子供用のってするじゃん。そういうのがもうダメみたいな。だからイチゴのクリームつけてったら、なんかガチギレされた。本当に？まさか。そう。みたいな。知らない知らない、これママがつけてくれたみたいな。だけど、they always なんか say something。本当に超うるさかった。あのお母さんとかにこれ言ったの？言った言った。What did she say? は？は？私のママはさっきにちょっと戻るけど、20歳で私を産んでるから、私が小学生の時に私と今の same age、like、26歳でギャル。は？は、それははってなるよね。先生に何か言った？覚え、先生に言ったけど、でもなんか別にみたいな、なんか若いママが何か言ってるぐらいな、シリアスにテイクされなかったって。でもちろんステップダッドはあんまり日本語話せないから、しいつもあのネイビーだから、船セップだから、なんかあんまりいなかった。でも言うとめっちゃ怒ってたよいつも、うん、そうだから、どっちかっていうともうお母さんがはみたいな、おじいちゃんとおばあちゃんが怒ってたけど、まあ、日本人嫌いだからしょうがないみたいな、うん、もう我慢するしかないの方が大きかったかも。その嫌いって言ったりとか、その匂いだったりとか、そういうのが日本では、まあ、お寿司屋さんに香水つけちゃダメとか、いろいろルールいっぱいあるじゃん。そういうのと一緒で、不快なんだったらお前がつけるのやめればいいじゃんみたいな、戦わない、だって自分の方がなんだろう、一人だから、味方いないから。そう、他のハーフは、ハーフ白人とかいたの？あ、いたいた。全然あと扱い方違うから、ちょっとイラッてしてた。なんでみたいな。ちょっとうざかった。今はちょっと変わってると思うんだけど、ハーフブラックはもっとこう、なんだ、エクセプトされてると思うんだけど。そうそう、え、めっちゃ変わったんじゃない？だってインスタグラムとかで、やっぱ可愛い女の子いっぱいいるじゃん。さっき私、中学校の途中とかまで、誰かに恋愛対象とかで見られることなかった。お前黒人だから話違うみたいな、可愛いが分からない。黒人の綺麗とかはもうムービースターとかだけ。だから他にこう、だからもう白人のハーフの子は可愛い、黒人のハーフはブスみたいな、そこまで、まあまあ、本当にそれぐらい言う人はいっぱいいた。いた、いたから、うんみたいな、まだ私の時代来てないなぐらいだったけど、でも今ってやっぱネットとかでいろんな情報があったり、かっこよい黒人の女性が活躍してるのとかも見れるから、多分そういうのとかもあって、だからマシにはなったけど、今も辛い思いしてる子はたくさんいると思う。 If you guys enjoyed that clip, make sure to check out the full interview found right here. Go ahead, click on it.